ロシア軍がウクライナのエネルギー関連施設へ再びミサイル攻撃を行い、ウクライナの各地で停電や断水が相次いでいます。ウクライナで31日、ロシア軍によるミサイル攻撃があり、首都キーウでは爆発音が10回ほど確認され、発電施設が損傷しました。キーウ市長によりますと35万世帯が停電し、 市内の80%が断水していいるととうことですまた東部ハルキウ州では、インフラ施設が攻撃を受けたため、地下鉄が一時、運行停止したほか、南部ザポリージャ州などでもエネルギー施設が攻撃を受けて、停電が発生しています。ウクライナ軍は、ロシア軍が巡航ミサイルおよそ50発を発射し、44発を迎撃したと主張しています。 また、ウクライナ全土でこれまでに13人が負傷したということです。シュミハリ首相はロシア軍は軍事施設ではなく、民間の重要なインフラを標的にしていると非難しています。